早すぎだ、ゴミどもめ。終わるのが早すぎる。Hello, I am Lieta Tanaka. I am the Japanese voice actress of Ninety Nine in p a s s to Nowhere. えー、ムキメイトで Ninety Nine を演じさせていただきました、田中李恵です。えー、ムキメイトがですね、まもなくリリースされるということでですね、ゲームやえー、私の演じた Ninety Nine の魅力についてお伝えしたいと思います。 え、まずですね。私が演じたナインティナインのですね。魅力なんですけれども、あの白髪とこう赤い瞳が印象的なキャラクターとなっています。で、あのパルマの実験室というところで、育ってあの幼少の頃から実験体として様々な実験とか改造を受けたというまあ、辛い。過去を持ってたりもするんです。けれども、もえ能力は？ 自ら凶暴化してこう血液を沸騰させるというものらしいんですがそれと同時にですね、まあ、こうそういうふうになっているので、まあ、精神的にこう大きな負荷がかかってしまっているリスクとかもあるようです。はい、で性格の方なんですけれども一見こう冷淡冷酷な感じをするんですけれども実はこう天然という一面も持っていたりするようです。 えそんな彼女がゲームの中でどんな活躍をしてくれるのか楽しみです質問コーナーということなんですが、えー、ゲームと同じく NinetyNine のです、ね、ネームプレートをます、はい、あのまずゲーム画面をですね見せていただいた時に、あのー、ロールプレイ要素のあふれるゲームシステムがこうかなり期待できるなと思いました。 で局長として、まあ、戦略を立ててですねキャラクターであるコンビクトに命令し私たちとかのコンビクトに命令して自陣を守るというシンプルなルールなんですけれども、あのー、キャラクターのこう特性を把握しつつこう移動可能回数などによってこう攻略パターンがこういくつも存在するので、まあ、ゲームとしてあの何度も楽しめるんじゃないかなって思いました。 はい、でさらに気になるのがですね、えー、なんとと取り調べシステムというものですかね、はい、何を取り調べるんだっていうのが <laughs>、まあ、インパクトのあるシステムなんですけれどもこちらはですね局長として。 コンビクトであるこう犯人をですねえ尋問してですねお前やったのかやらないのかみたいなのじゃないですけど <laughs> 真相を極め、あのー、コンビクトの過去だったりあと目的を明らかにするといった内容のようですで取り調べでのまあこれそ,れそれぞれのキャラクターのセリフだったり演出がこう楽しめるということでですね私もここはすごく楽しみですねはいえー、第一印象はですね、まあ、とにかく かっこいいですね白髪に、まあ、長身という特徴もあるんですけれども燃えるような赤い瞳、はい、とですね安イな雰囲気が合わさってもうそれだけで強そう強いもう強々ですはい感じましたそう感じました、はい、で設定でですね、あのー、幼少の頃パルマの実験室でですねヘラと ま殴り合ったことがあるんですけれどもヘラが一度も勝てなかったとあってですね小さい頃から強かったんだなと思います。うん、でお姉さんキャラは私大好きなのでまあ、どういった性格なのかなってこうセリフから読み取りながら演じていました。で天然なところもちょっとあるのかなうんでも切れやすいところもあってですねまあただこの昨日 短さですか切れやすいところとかっていうのは99のこう能力がですすね影響していいるみたいですよ、うんでまあ、全身がこうストラップに包まれていてですねセクシーなんですが、まあ、体の異変が隠せていない残酷な過去を持つキャラクターとなっているので是非、まあ、ゲームで彼女の生い立ちは過去をご覧いただければと思います。 で印象に残ったセリフはですね腹のヘッドですね、はいえー、今も私お腹空いてるんですけれどナインティナインはですねあの食べることと、えー、寝ることが好きということなのであの見た目とのギャップ萌えを感じるセリフだと思いましたナインティナインはですねとにかく体つきがよくてですね強いという特徴があるんですけれども 彼女はですね、ご飯をですねご飯をですね、楽しみながらいっぱい食べられるという能力え個性があるみたいでですねえ、それってすごい羨ましいと思いましたはい、すごいもうだっていっぱい食べられるんでしょもうすごいですよねやっぱりこう、まあ、強い体になるにはですねご飯が大事だなと まあ私もですねバランスのいい食事をですね心がけているんですけれども、まあ、楽しみながらですねご飯を食べるって素敵なことだなって思いましたうん、まあ、いっぱい食べていっぱい強くなる、まあ、そんなナインティナインのようなまあ私も食生活をですね、まあ、食生活と体づくりに気をつけていった方がいいんじゃないかなと思う今日この頃ですはい。<laughs> 私が考えた コンビクトはこちらですじゃんえ天然ボケ用心棒ナチュラルボークスバウンサーです <laughs> はいえキャラクター設定ですかねはいえー、まぁ、あ、天然ボケ用心棒ということですねあの用心棒といえばまあきっちりしっかり仕事をしてもうバッチリだぜっていう感じなんですけれどもえ仕事が終わったらですねは ーお腹がすいたみたいなそういうキャラクター設定ですで持っている能力はですね食いいしん坊能力というものです、はい、えっ、ー、どんな、えー、そんな能力でどんなことを起こしてしまったか事件を起こしてしまったかですか、はいえーとですね、これリアルにあったことなんですけれどもあの友達とご飯に行った時にですねあの私が「 自分の方がですね量の多い方を食べてしまって友達が「えああいいいいよ食べてうんあの大丈夫私あの少ない方で大丈夫だから」って風ふうにちょっとめむ,むってさせてしまったという事件がありました、えー、まああのもう一個ですねあの違うメニューを頼んでそこは事なきを得たんですけれどもあの 良くないですよねあの食べ物の恨みってものはですねあの長く続いたりするものなんで「あああの時りえちゃん私よりちょっと多い方食べたよね」って「あじゃあ次一緒にご飯行く時私が先にあの何,何個かちょっと多く頼んどいた方がいいかな」とかいろいろ使わせてしまうかなと思ってまあいろいろ反省しなきゃいけないなと思ったんですけれども本当にですね食べ物の恨みはよくないです。はいでですね決め台詞はですねこれです。 ご頼もう、えー、いろいろと質問に答えてきましたが、えー、ムキメイトはですねダークな世界観に加えて非常にスタイリッシュなゲームとなっていますので今までにないこう新しいも世界観を体験したい人はですねぜひ遊んでいただければと思います。でゲームでで私の演じる99はですね まあ、あの出会った際には、えー、彼女の表面的な部分だけではなく、まあ、内面やその過去を見ていただきたいなと思いますで素敵なキャラクターだと局長の皆様にも気づいていただけると思いますので是非「ナインティナイン」を可愛がってくださいね、えー、それでは最後にですね「199テのメッセージをお届けしたいと思いますどうぞ私に力を与えたら 足かせを緩めるな。一瞬でも、ダメだ。